ウェーイってウェーイ畑俊樹おじさんです。ですね、ついに発売されました。やったー、嬉しい。スネアドラム畑俊樹和菓子カラーです。はい、音がどんな音するのってね、はい、いう方がいらっしゃって、本当ねありがたいです。海外の方からもね、そういったご質問をいただいてるらしいのでね、どんな音するかなーつってね、じゃあ叩いてみようって言ってね、こんな音ですって言って、あ、こんな音でしたかーつってね、納得いただけるようなものってね、無理です。はい、環境ね、いろんな環境、当然部屋の環境、マイクね、当然今 iPhone のマイクでね喋ってますしね、マイクがないとスネアドラムなり、まあ僕の声にしかり、マイクあってこそでございます。じゃあどうするかっていうね、どんな音する叩いてみましょう。マイクね、いいマイクで録音した音を、こうやってね、こんな音しますって言われても、どうしたらいいのそれじゃあってなるんですよ。はい、ここで畑俊樹アイデア出ました。出ました、畑俊樹アイデア、おなじみのっていうか初めてなんですけどね、録音してみてください。今 iPhone 使ってますので、これ iPhone13 かな。もし iPhone じゃない方は友達に iPhone 借りてでもいいんで、これ試奏できない場合ね、違うスネアでもいいです。ね、楽器屋さん行って、これいいんじゃねえ、これ俺好きなんだけどみたいなね、何種類か試奏して iPhone で録音してください。はい、そうすればね、僕も今 iPhone で録音してるので、こういうことですっていうね、はい、違うスネア、楽器屋さんに置いてあるやつを試奏してみてください。ね、こういう音ですよってね、うん、自分で録音した音と、これ多分 YouTube とかになるのかな。はい、まあ iPhone には iPhone のすごい優秀なリミッターというか、コンプレッサーというか、まあ音が割れないようにね。なんでね、比べてみてください。まあこれだけじゃね、寂しいと思うんでね、ロックな曲をね、この前ね、レコーディングして、バスデータっていうか、まあね、ギターでボーカルとかね、そういうのもらったのにね、あるんでね、ロックな曲、まあタイプ R っていうぐらいですか、ロックなんでね、叩いてみたいと思います。はい、はい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 、と言いつつですね、まあこれ、これ iPhone さんです。はい、 DTM、 まあ音楽編集ソフト、皆さん使える人がもう多いのでね、だからご自分のお持ちのスネアドラムでもいいです。ドラムセット叩いて、ご自分たちのデモテープなり、別に人の曲に叩いてみたでもいいです。はい、これね、 iPhone のを重ねてあげたら、より分かりやすいかなっていうね。同時にですね、このね、このチャンネルは、某メーカーの有名なね、ドラムモジュールのマイク、当然モジュールというか音色的なもの、はい、トリガー的なもの、音色はアサイン、入れてません。はい、EQ とかも全部フラットです。
イキュもフラットですし、このチャンネルもこのチャンネルもこのチャンネルもフラットです。原因だけちょっとねいじってますけど、コンプとかかかってません。はい、まあこれもねやっぱマイクの特性として何もかけてないとはいえ若干ねやっぱかかっちゃうんですけど、あとですねレコーディングした時にあの曲名も仮っぽいんですけど、仮ミックス、大仮仮仮仮ミックスのあの同時に切り替えて切り替えてね流していきたいなと思っております。大サービスっていうね、ほんとなんでね、これとかもうね結構派手派手しく、ね、いろいろかかってる。はいね、なので聴いていただいて気に入ってくれたらなとかね、なんかの参考にもなると思いますし、いろんなこと、はい、なんでねあのこれこの子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 みたいな感じで切り替えながらあの再生していくんで、あのそんな感じでね聞いていって くだされば、幸いでございますということで、はい、ここで私失礼いたします。ではではまたね、バイバイ。才能なの。